やばいよ、やばいよ、やばいよ。こんにちは、トトロラブチャンネルです。今回はジブリがいっぱいドリームトミカ第4弾を紹介します。先日11月18日に全国のどんぐり共和国なので発売された第4弾はこちらです。ハウルの動く城です。前回の第3弾のドリームトミカを紹介した動画で、4弾がもしあるならハウルの城だったらいいなと言っていたので当たってすごく嬉しいんですが、もう一つもハウルで、まさかのカルシファーの鍋、誰が鉄鍋のトミカが出ると想像できたでしょう。中身を見るのがとっても楽しみです。ドリームトミカの第3弾が魔女の宅急便の磁気が入ったこの鳥かごのトミカだったので、まあ、乗り物じゃなくてもトミカになるんだな、何でもありだなと思いました。今回のハウルを紹介する前に第1弾から3弾までを簡単に紹介します。第1弾が隣のトトロの猫バスと、紅の豚のサボイヤと、千と千尋の神隠しの海原伝説のこの3つが第1弾でした。第2弾が天空の城ラピュタのタイガーモス号と、崖の上のポニョのソウスケのポンポン船の2つでした。そして前回の第3弾は魔女の宅急便の先ほどの紹介したジジが入った鳥かごと、隣のトトロの引っ越しの時に使ったオート三輪の2つが第3弾でした。価格はすべて1320円です。詳しい内容はぜひ動画を見ていただけると嬉しいです。ではハウルを開けてみたいと思います。ドリームトミカ、ジブリがいっぱい、8、ハウルの動く城、ハウル城と書いています。このハウルがとてつもなくイケメンです。すごい楽しみですね。横は前後ろと紹介されていますね。でこちらはいつも映画のポスターがついています。2人が暮らしたハウルの動く城です。で対象年齢は3歳以上となっています。では開けてみます。ハウルハウル、あ、でかいでかいあ、でかい、すごい、こんな感じです。あ、すごいすごいすごい、あ、ちゃんとこの前の方とかのここ2つとも違うし、ポフ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 なってますよ。おお、あ、これは足だ、足かな、足だ。本当はハウルの動く城はこのタイヤではなくて足が4本ついていて、それがこういう感じで歩いていくんですが、この煙突がねいっぱいここについてます。映画だともっと煙突はいろんな方向にこう行ってるんですけど、いや、すごーい、すごい。あ、これはソフィーが飛び込んだ扉です。ここからよいしょって、おばあちゃんになっちゃったソフィーが乗りますよね。おお、屋根のここが色が違いますよ、黄色。ソフィーが覗いたあのユニットバスはここかな、ここかもしれないですね。すごいです、これトミカでこの細かさすごいんじゃないですか。すごい、かっこいい。ではこのトミカの説明を紹介します。ハウルが住む動く城をトミカで表現、メタリックカラーで本体を表現することにより陰影が
際立ち、ハウル城のおどろおどろしい雰囲気を演出。小さな家々など再現できる限りの細かい造形彫刻を施し、城の後ろには扉もありますと書いてました。その通りですね。結構メタリックカラー、この部分結構キラキラっとしてるんですよ。この上もちょっとこうキラキラっとしてて、ただのこうプラスチックの感じじゃない塗装なのかな。いや、かっこいい。すごい、これトミカですよ。これすごい。これで1320円は安いと思います。一応これは城なんですけど、何と比べればいいかな。ジジより大きいですよ。縦のね、こう長さもね、大きいです。何と比べようかな。猫バス大きい。いいです。ハウルの国城すごくいい。じゃあ次はカルシファーを開けてみたいと思います。ドリームトミカ、ジブリがいっぱい9、ハウルの動く城、カルシファー。かわいい。パッケージは一緒ですね。これだけ前後ろとなってます。いや、楽しみ。鉄鍋ですよ。鉄鍋のトミカですよ。鍋。カルシファーのトミカです。かわいい。すごい。鍋ですよ。鍋。かわいい。この顔見て。このシーンは、ソフィーがおばあちゃんになっちゃって、まあ、お家にいられなくなってしまったので、お家を離れていったら、まあ、いろいろあって、まあ、ハウルのこのお城に着くんですね。で、勝手に掃除婦となって、もうハウルのこのお城の中がすっごく汚かったので、お掃除するんです。で、カルシファーが暖炉に常にいるんですけど、暖炉のその灰をお掃除するのに、一旦カルシファーをですね、ここの木をつまんで、ソフィーがこの鍋にですね、ポンって置いとくんです。で、その時に初めてカルシファーの全体を知ることになるんですけど、ずっとこの薪の中にこうやって隠れてるので、これカルシファーは火の悪魔なんですけど、ここまさか火だけだと思うんです、みんな。ここだけかな。で、ソフィーが初めてここを持ってよいしょって持ち上げたら、このね、かわいい丸い体が出てきて、体あったの、カルシファーってみんな思うんですよ。で、ここに置いて、その間にソフィーが灰をこうお掃除するんですけど、その間ずっとカルシファーはもう、やばいよって、出川さんみたいにやばいよってずっと言ってて、で、結局落ちちゃうんです、この鉄鍋の中に。そうすると、ポッて、死んじゃったのかな？死んじゃってないと思うけど、ポッてなったら、ハウルが、そんなにいじめないでくれよって、マルクルに言うところのシーンです。すみません、長くなりました。その時の鉄鍋に入れて落ちないように頑張ってるカルシファーのトミカです。なんと、このシーンをね、トミカにするなんて、すごい。超鍋ですよ、これ。超鍋。じゃ、このトミカの説明を紹介します。ソフィーが灰をかき出す間、鉄鍋にかけられていたカルシファーを再現。さっきお話ししたところですね。で、鉄鍋はダイキャスト製で重厚感のある仕上がり、カルシファーはクリアで成形しています。底面にはタイヤがついているので手転がし走行が可能ですと。3つタイヤがついてますよ、まあ、こんな感じで鍋を持って走らせるといいかな。こういう感じかな。カルシファーの鉄鍋を手転がしで遊ぶ遊びは一体どんなのだろうと思ってしまいますが、カルシファーが超可愛いので、いいですね。火が消えちゃうよとか言うんですよ。カルシファーはね、可愛いんです、すごく。で、このね、やっぱこう鍋が、そのダイキャスト素材
プラスチックじゃないので、見た目以上にすごく重いです。本当の鉄鍋みたいな感じになってます。で中はね、なんだこんな感じ、なんかここ鍋の、まあ中がない、中身がここまでかな。カルシファーはクリアで作ってるんで、ちょっとこう透け感があって、まあ火みたいですね。かわいい。で今回2つとも同じ映画のトミカだったのが意外でしたね。あとトミカになっていないのは、宮崎駿監督作品で言うと「もののけ姫」と「ナオシカ」とあと「風立ちぬ」なので、やっぱりたたり神とオウムはトミカになってほしいなって思います。で「風立ちぬ」は紅の豚のサボイヤと似てるので飛行機はないかなと思ったり、まあ、鳥かごと鉄鍋がトミカになるので、まあ、ヤックルとか小玉がトミカになるかもしれないですね。あとは最新作の君たちはどう生きるかの中からアオサギとかインコとかかもしれないですよね。まあ、第5弾もありそうな予感がするので楽しみにしたいと思います。ということで、ジブリがいっぱいドリームトミカ第4弾を紹介しました。2つともハウルの動く城のトミカで、ハウル城もかっこいいし、カルシファーの鍋が最高かわいいので大満足です。ぜひオンラインストアやお店に足を運んでみてください。それではまたね、バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。うちまで競争。あ、ずるーい。